はいどうも、セブンナイツおじさんです。約1週間ぶりの、アリーナ動画になるかな。結構間空いちゃいましたね。すいません。で、ちょっとね、いろいろ変わりました。で、そのパーティーをまあ、お見せする前に、ルーンの使用状況。ほぼイチゴのみですね。あと繊維にしか使ってないかな、俺。デロンズも使ってるか。で、まずヒットポイントはね、カンストです。6370です。で、攻撃力が180上がってます。まだまだ上がります。で、防御力が150上がってます。これもまだ上がりますね。ルーンカンストで見ると、まあ、防御力あと180上がって、攻撃力あと440上がるということですね。まだまだ伸びしろ、俺のイチゴには伸びしろがあるよというところでございます。で、イチゴが、そう。まずパーティー紹介しないとね。で、私のアリーナパーティーは、こちら、まあ、現在172位なんですけど、こちらになります。はい。リンバックの、ルディ、リョフ、ユージ、イチゴというパーティーになります。イチゴで反撃下げつつ、まあ、トリッキーなね、スキルで、相手を翻弄する。で、ユージで相手のダメージ量を下げるというデバフをかける。で、ルディで、そもそもその防御力を上げていくと。はい。で、イチゴがね、この中で、まあ、イチゴとルディがね、脆い部分があるんですけども、まずイチゴから。イチゴが倒れれば、このパーティー崩壊しちゃうんで。でイチゴが倒れないように、防御力から上げていたと。で、装備も、イチゴに関しては、まあ、ここはまだマックスじゃないですかね。11ほど、まだマックスまで遠いんですけど、防御の宝石がね、至高宝石、極上エースの宝石でダメージ量を上げてるっていう状態ですね。で、これも今上げてる途中です。で、これも、初のね、6プラス5を目指して今上げてるとこですね。そうすると120とかまでいくんじゃないかな。わかんない。上げてみないとわかんないけど。12上がったな。今そういえば。12×5。だから、60か。だから120ですね。120じゃない、110。110ぐらい。もうちょっと上がるかな。120ぐらいまでいくかな。そうなれば、まあ、かなり強くなるかなと。防御力もね。2倍、60ぐらい上がって。で、さらに、150、200、180上がるんで、180と60、240、防御力上がるんでね。まだね。そうそう、1667か。1670ぐらいまでは防御力いくかなと思いますね。まあ、そうなるとかなり硬いですかね。今の、ルディがちょうどそんぐらいじゃないかなと思います。そうですね、1600。で今、ルディが食らってるぐらいしか食らわないという。ルディは、高級守護のリングで防御力を上げてますね。ルディは守護領域で大体、状態異常を防いでいる状態が多いんで。はい。で、ダメージ量とクリティカルダメージと、あとブロック率ですね。まあ、将来的には、まあ、吸血のがいいのかなと思いつつも、まあ、悩んでるとこですね、今は。高人剣で攻撃すると結構ダメージが出るんで、なのでクリティカルがいいんじゃねえかなと思ったりもしてるんですけどね。普通に。ここでブロックしつつ。ですね。で、ユージも、まあ、今は違うんですけど、ここはブロックのリングにしたいですね。ブロックのリングにして、で、ここにも、ブロックつけたいですね。ダメージ量とクリティカルダメージとブロック。で、装備は、クリティカルでいきたいなと。もし吸血つけるとしたらイチゴがいいかなーとか思ってたりしますね。手数が多いので、まあ、期待できるのはイチゴかなと。そうすると、ここをね、吸血に変えるのが一番いいかなと。ヒットポイントも上がるし、今540から300ぐらいさらに上がるかなと思うんでね。で、その時は敏捷がいいなと思ってるんですけどね。ですね。で、呂布まだトパーズがちょっと不足しててっていうのと、武器があんまなくて変えられてないんですけど、こんな感じですね。クリティカルダメージ、ダメージ量、クリティカルダメージか。クリティカル率、クリティカルダメージ量、クリティカルダメージ。で、敏捷装備になっちゃったんですね。クリティカルにしたやつ、これは。こんなとこですね。で、今日 SP キャラ選択権で、リンをね、凸増やして、36にしました。で、攻撃力2000乗ったんで、これかなり強くなりましたね。で、あとは、ここのリングをちょっと変えないとなーってとこですかね。テオにつけてるリングと変えるか悩んでるんですけどね。暗闇麻痺気絶。変えるかな、これに。暗闇麻痺気絶。これ今、沈黙リングなんですけど。まあ、デロンズいないことも多いからね。あー、ちょっと無理だな。300ないと交換できない。はい。っていう状態です。まだ不完全なんですけど、これで、耐えながら、イチゴとリンで、崩していくっていうのを、まあ、狙っています。じゃあ、早速、見てください。どうぞ。ここに来るまでね、7連勝だかしてる感じですね。まあ、たまたまだと思いますけどね。ラッキーですね。初手で流行性が。う、硬っ。残クロは、初手ではラッキーですね。で、まだ、守護領域使ってないから、これもラッキーでしたね。あ、消されたか。これで、イチゴの免疫と、5体免疫も消されちゃいましたね。で、これがね、あんま効かないんですよね。この恐ろしい、防御性能がね。やっぱり、総破滅封じには防御無視乗らないから、暴走して、攻撃力がね、上積みされてない状態だと、もうほぼ食らわないですね。これ貫通だけど、防御力アップには貫通は関係ないので、で、有事のパッシブも相手の能力下げてるんで、結構ね、防げちゃいますね。ただこれはちょっとやばいな。でもイチゴ耐えられちゃうんですよね、あそこまで上げてあるから。呂布にはね、気絶は必要だなとは思うんですけど、特に今不足してんなと思うのは暗闇の耐性ですかね。それで負けちゃうこと多いんですよね。あと暗闇の耐性があれば、良かったなみたいな。今もまさにそうですよね。そうすれば天下無双山でダメージ当たってたんでね。で、呂布、相手の呂布倒してて、っていう感じだったら全然話が違ったんですけど。これも全然食らわないです。クリティカル乗ってあれなんで。で、反撃しちゃう。ただ、こっちもまだ弱いっすね。ネロが入ったパーティーとまともにやるのは久しぶりだな。久しぶりっていうか初めてか。おっしゃ、ラッキー。あ、いやいやいや。そう、イチゴに気絶がないのがね、痛いんですよね。それ以外は完璧なんですけどね。暗闇、沈黙と、あともう一個なんだっけな。お、ユージ耐えた。残念。よくなったやっぱ相手もそうです。お相手の方もそうですけど、やっぱり呂布がね、暗闇になるときついっすね。まあ、俺のところは、まあ、それがきついですかね。で、イチゴ、気絶耐性あんまりしてないのは、4番目に配置してるから、天下無双山が若干当たりにくい位置にあるっていう風に、まあ、思ってるんで、なのであんま対策してないんですよね。で、それよりもやっぱり沈黙と暗闇が怖いなって思うんで、イチゴ手数が多いんで、あとスキルはね、やっぱり絶対打ち切りたいんですよね。怖え強い強いこれの防御力なんてもう全然こう滋賀にもかけないぐらいの攻撃力がある。まだ不完全ですからね、私のパーティーもね。これかっこいいよな。死にたいらしいなっていうの。こう声がダブってるやつね。モーション重いけど。しかもあれで魔法攻撃ですね。すげえかっこいい。イチゴにブロックされました。これ一体も倒せず負けますね。うわ、1万完全に、格上ですね。ルーンとか宝石とかのレベルがちょっと違いましたね。今度はスコアが200ぐらい上の方と当たりましたね。どうなのかな？デロンズの先行か。これはラッキーですね。助かりました。これ前衛だから怖くないですね。うひょこれは負けましたね。もう、イチゴ落とされたらどうにもならない。攻撃力がね、もう攻撃力はもう向こう相手の上になるんで、なので、それ以上にこう、手数が増えちゃうんで、そうなるともうどうしようもないですね。強い。あ、よけたまあ暗闇だからっていうのもあるだろうけど、よけると安心しますねじゃあ流行性がとりあえず手をだけは。手を無視強い。いや、ここに上がってから初めて戦うけど、ちょっと強いな。まあこんな感じで、まあちょっと今全然うまくいかないですけど、まあうまく沈黙と、これルディも沈黙してるのか違うよね。まあいろいろ状態異常を、まあ、ばらけさせながら戦ってる感じですね。ちょっと流れがこっちに来たな。アリエル倒せたからクリティカル率とクリティカルダメージが下がったし、これで麻痺もなくなったしね。まああと呂布がスキル使えないからイチゴがスキル使う確率上がるんでね、これで。ああ、傷しちゃった。負けた。さすがに同じレベル40の呂布だから。まあでも、強いなー、ルディ。強えな、ルディ。あ、戻ってきた。ワンチャンあるぞ。で、スキルクールタイム発生して、あとは畳みかけろ。勝てるか？これは勝ったでしょ。よし、勝った。やった。よかった。こうやってルディが耐えてくれるのがいいね。やっぱり 15% のリング、いいっすね。防御力 15% のリングね。はい。というわけで、まあ、こんな感じで、今、パーティー構築してます。で、不完全なところがまだ多いので、そこをどんどん補って、で、とりあえず防御力から、補っていくっていうのが目標ですね。こんな感じで。まあ、今はね、宝石集会が、一番メインですね。で、今毎日これで、ブルーオーブとレッドオーブの2倍キャンペーン来てるじゃないですか。2倍ゲリラじゃなくなりましたけど。あれの時間だけ一生懸命回して、で、それ以外の時間は、それ以外の時間はもう、なんていうのかな。ここに、集中していく。宝石に集中していくっていう感じで、まあ、行こうかなと。よし。とりあえずこれでまた1個上がりますね。16上がった。やっぱり120ぐらいまでいきますね。OK、OK。まあ、こんな感じでちょっと強くしていきます。で、有事がやっぱり弱いんで、防御力とかも。ここら辺の強化がほんと絶対的に必要ですね。まあ武器とか防具とか見ても全然不完全なんで、宝石とかもね、こんなゴミなんで。こんなんで勝とうなんてね、甘いと思うんで。リンとかもね、攻撃力だけなんですよね、ちゃんとやってんのは。まあ呂布もそうですね、攻撃力だけなんですよ。はい。まあここら辺ちょっと、きちんと星6で固められるように。まあ、まずは5プラス5ぐらいですかね。で、固めて、で、その後はルーン、ちょっとやっていこうかなと思っております。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。